はい、スタート。どうも、外地です。久しぶりの外図キッチンやります。今日はね、後ですごい報告がありますんで、最後まで見てね。皆さんのおかげだよ。まあいいや。で、今日はいつも作る外地弁当の野菜、見えてるかな？野菜がね、余っちゃったんで、シチューを作ります。このバカでかい声で言う必要はないんだな。腹減ったな。でもシチューは作りたてじゃねえ、どうかね。まあ必要なもの。残った野菜。あと、ゆで卵。ね。でね、今回、これね、チキン。あんまり鶏好きじゃないんだけど、まあチキン。それにはもうすでにこの、見える？クレイジーソルトが振ってあります。これも振ったからいいね。あと、オリーブオイル。ね。これ長く見せなきゃいけない。ADEO かみたく。お、青森県のニンニク。ピンと合ってかな。あ、今日は商品のあれやってなかった。まあいいか。でね、なんでさ、この鍋がね、この鍋。これね、いつも焦げついちゃってくせえなと思ったらさ、わかったよ。これね、シチューのもてやすいやつね。ここに書いてあった。一生懸命ウェブ調べたけど、ここに書いてあった。ルーを入れるときに火を止めるんだよ。これで、あ、読めねえ。眼鏡がねえと。大丈夫かな。で、火を止めてルーを溶かして、それで今度とろみが出るまでって、もうとろみ出ちゃうじゃんね。大丈夫かな。まあ、弱火で5分牛乳入れながらと、まあ、牛乳も買ってきたと。いつものちょっと低温殺菌なかったから、ちょっと適当なの買ってきちゃった。そういうことしちゃいけないね。で、今回ちょっとね、これだけだとさ、コクがないから、本当かな？この安い、この何、カルボナーラの素、しょっぱいかな？ああ、これスパゲッティのソースね。これも入れてみようかなと思うんだが、まあ、これいっぱい作っちゃうとね、まあ、夏じゃないから、これいつもいっぱい入れちゃうんだよな。ここに置いとけばいいのかな。そうすると、ああ、そっか、水で溶けるのか。ああ、こっちだ。そっか、まず油で肉と、ああ、そうそうそう、このね、ニンニク切っていこうね。ここで移すのか。じゃあ、これちょっとこっちどかしとくか。ね、こうやって、こうやって。で、このね、なんだっけ、ヒノキじゃなくて、もういいですね。なんだっけ、ニレじゃなくて、なんだっけ、忘れちゃったよ。でも匂いつくとあれなんで、このね、クッキングシート、これをね、こうやれば、ニンニクのね、こうか、ニンニクの匂いもつかないでしょ。100均のクッキングシート、まあこんなもん。あ、これ全部翻訳すんだ。長くなると大変だな。翻訳じゃないよ、字幕ね。字幕を修正するから翻訳とか言っちゃうんだ。さあ、これね、バーベキューピットボーイズだと、こう、デーンってやって終わりだけど、そうもいかない。まあ、これ油で炒めるんだけど、今回あれじゃない？ね。ごめん。ちょっとここで一回カットするんで、ニンニクの下ごしらえしますんで、はい、近いか。ピント合ってないか。こうか。では。てな感じで、ニンニクの薄皮を剥いて、手が、効きそう。今日はね、あんまり細かく切らなくていいんじゃない？煮込むからね。こんな感じでいいんじゃない？こんなもんだね。で、これを弱火で、まあ、炒めてもな。どうだろうな。まあ、いいんじゃない？ね。これね、焼いてもホクホク、煮てもホクホクして美味しいんだけど、丸々1個食って大丈夫かな。あんまりね、今ニンニク食っても意味がないんだけどね。なことはないよね、抗菌作用。この時代ね、いろんなもんがあるから。このっていうか、もう一人で鍋ってあんまり食わねえからな。よし、これここ置いとくと火が入っちゃうから、こっちを置いといてね。あ、
あ、もうダメだよ。よし、で肉を炒めていこう。ついた？あ、ついた。あんま、あ、そうか、弱火って言っといたよ、自分でね。ね、この俺思うんだけどさ、バージンオイルって言うんだけど、もうこう開けた時点でバージンじゃないよね。変な意味じゃない。あ、こんないっぱい、ヒュー、こんないっぱい入れちゃっていいのかな。発信がどっちだっけ、これかね。さあ、危ねえ。こうかで、映る。あ、これ今度こっちか、こうか。あ、ギュギュ動かしちゃダメだね。あ、油、なんか大丈夫かな、湯気上がってきて、強いのか。いろんなところで焦がしちゃうか。まずニンニク炒め、あっつ、投げちゃう。はい、これでね、鶏がくっついちゃうんだ、いつも下にね。そこ焦げちゃう、もっと弱い方がいいのかな。あ、ごめんね、うるさくて。みんなちょっと教えて、もっと弱い方がいいの。だって油で炒めるって書いてあるんだよな。まあちょっとこれね、あれだね、匂いが油や、つきゃいいか。さあ、肉炒めていくよ。下ごしらえで、でこれでみんなくっついちゃうんだ。誰が食うんだ、こんないっぱい。国産の通り、これしかなかったんだよ。ああああ、手が、ここでさ、くっついちゃうんだよね。おかしいよな。でもしょうがないよね。あんまり弱いとね、まあ煮込むけど、あ、いかん。こんなベラベラ喋ったら後が大変だよ。なんだこれ。勘弁してんね。え、どうなんだろう。どんなに油敷いたって、あなた。なんかさ、一人でいるとさ、こう一人ごとが、一人でいるから一人ごと、あ、違うな、この癖がついちゃって、人の前でも一人ごと言ってるって、やばいね。一人ごと増えるよね。まあね、しょうがないよね。いろいろね、今回ガタが来て、でもね、そこをケアする方法を考えて、まだまだやっていくよ、これから。でかいって声が。怖えんだもん。跳ね。これ、火通ってないよね。大丈夫かな、こんなもんかな。で、野菜も入れちゃおうか。ね。そうかよ。入れちゃえ、入れちゃえ。野菜も。あ、野菜切ろうかと思ったんだけど、いいや。あ、どんな感じ？あ、全然もうかぶっちゃった。ね、ブロッコリーもね、体にいいから食うんだよ。ねえ、なんかね、ガイツさん、ブロッコリー食ってんすか？やめましょうよって、わけわかんないこと言われたことあったけどね、やめねえ。ほとんどこれでいっぱい。で、なんだっけ、これ炒めて、あ、水入れんだ。忘れてた。あ、これに水入れるって言ったって俺、水のカップなんて、あ、これでいいか。炒めたら水を入れて、今給水、あ、これ冷水か、お湯じゃダメなのかな。どう思う、みんな。冷たい水か80度のお湯しか出ないから、両方混ぜてちょうどいい感じかな。今これ見てないけど、カメラで見てる人は焦げてる焦げてるかな。で、あれあれ、あ、お世話やったので、なんだって、それで蓋をずらして20分煮込むのね。え、炒めんの、10分も炒めんの。焦げちゃうじゃん、全然炒まってねえし。これも下焦げついちゃうよね。いや、水入れちゃう。水かお湯投入。おお、静かになったな。入れすぎ？あ、牛乳も入れんだもんね。それで何火？これ見えない。え？ん？弱火から中火か。
あ、こんなもんでいいんじゃない。これ浸るぐらいやった方がいいのかな、よくわかんないな。あと入れるも、ああそっか、ごたまね、ごたま。これ6回分ぐらいなんで、ちょっとずらして、20分ってな感じで、20分後にまた、あ、これじゃ40分になっちゃう、20分ね、一回止めるよ。あ、これか。あ、手がベトベトや、間違ってました。寒いんで鼻が出る、失礼。蓋をして沸騰後、蓋をずらして20分煮込む。ちょっと煮込みすぎたかな。まあ野菜はね、あれ前のガイズキッチン見た人は、あ、でもあの時やってなかったか、持つようにね、まあ、1週間ってわけじゃないけど何日か持つようにお酢を入れて、まあ温野菜っていうか茹でてあるんだから、まあそんな煮込まなくてもいいかな。あ、沸騰してきた、沸騰してきたら、危ない危ない危ない、ずらして弱火にして15分でいいかね、15分煮込む。あ、消しちゃった。いけ、うん、ってな感じだね。はい、その間私はヒーコーでも飲んで、腹減ったな。これ買うでしょ、ピンと合う、これね、昔ね、んこうか、昔ファミリーマートでいっぱいパン買って点数集めてもらった。ちゃんと俺の好きなピオもいるでしょ。ピオって言わないんだ本当はね。これか、なんて言うんだっけ、黄色い鳥、なあ、変な名前だよね。ピオでいいんだよ、ピオ。俺の車のステップワゴンのあれ見てね、もうステップワゴンの中ピオだらけ。今日は車検出しました。もうそろそろね、ステップワゴンにも休んでもらわないとね。16万キロ以上走ってる、どれだけ走って。でもなんかね、ここ3ヶ月ぐらい全然ガソリン入れない、走ってないんですね、長距離ね。まあしょうがない。てな感じで、今日はちょっとこれ食えねえよな、お腹空いちゃったから、作ったらなんか食べに行っちゃおうかなね。ここで喋ってもいいんだけど、やっぱりね、はいって感じで切り替わって、あれだね、いっぱいやりながら語ろう。長くなるね。ね、いろいろお知らせもあるんで、またね、飛ばさないで。視聴時間が短いんだよ。ね、あのね、ちゃんと字幕もいっぱいの国の言葉、何カ国語でも書いてあるからね、みんな字幕出すんだよ。そうしたら大体何言ってるかほぼわかると思うからね。あとだからなんだっけ、コメント欄で、いや俺んとこの言葉がないよとか言ってくれればね、こっちで用意があれば、それ何サブスクリプト字幕つけますんで、コメントくださいね。英語だけじゃないよ、今だいたい20カ国語ぐらいの字幕つけてから、チョイスしてね、自分でね選んでよ、頼むよ。長く見ること、最後までね。そうじゃないと全然、あ、この今ピコカプキカーンっていうね、この音のおかげで今日私はここにいます。これからもこのカメラの前に立つことができると思います。てな感じで一回止めるね。腹減ったな、ほら。Tonight. はい、ピッと、てな感じで15分アクを取りながら煮込んだんで、ここでそう火を止める、止めた。それでこのルーをね、これ溶かす。うわっちゅちゅ、あ、これ割った方がいいんだよな。あ、そこは鍋の横であった。溶
溶けんのかな本当に。誰か溶けるっつったけど溶けるか。どうやって溶かすんだ。置いときゃ溶けんのこれ。そんなことないよね。溶けねえよこれ。危ない危ない。ここで火をやっちゃうとダメだと。溶けるもんだっつったけど本当かな。ああまあまあ、これだからちょっと高いやつだとさ、あの顆粒のがあるんだよね。あれはね確かに焦げなかったよ。でもね今回はこれであえてトライする。映ってる？あ、手しか映ってないよ。これ変な格好なんです。お、いいんじゃない？いいんじゃない？こんななんとか出てきた。どこの次これか。これはこっちでやろうか。ここでね。まあ、溶けるようにできてんだね。お、落っこっちゃう。これが落っこっちゃうと下に行って焦げついちゃうのかな。でこれ溶かしたらカルボナーラ入れてみようかな。いつもはねこれ一箱ルー使っちゃうんだけど、今回カルボナーラがあるからちょっとブロッコリーでこう拭いとこうかな。こうやってね、あと2つ。お、いいんじゃない。うん、大変だね、シュー作るのもね。これだからその度に火入れると今度溶けちゃう、溶けちゃう、焦げちゃうから。そんなでかい器がないんだよな。でかい器があってそこに入れてもうチンで食うんだけどさ、一人だからね。どうかな今回。いか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 ね。こうやって、うん大変だな。みんなこうやってんの？すごいね、世の中のお母さんたちは。よし、そしたら何だって？あ、そうか。何？で、パック入れてとろみがつくまで弱火で5分だけど、まあそうか、カルボナーラね。カルボナーラの前に半分開けちゃってあるこのサラダチキンも入れちゃおう。ああ拭かないと。いや大変だな。カルボナーラ投入しょっぺいかな。あんまりね血圧上がるようなことやっちゃいけないんだけど、どうかね、これが焦げの元になったりして。入れる入れる。これまたあれか、研いどいた方がいいね。そうそうだよな。これがすごいな。で弱火にして牛乳が入れて、牛乳を入れてとろみがつく。全然とろみつかねえじゃん。俺はいいんだけどね。こんなのシチューじゃないって言った人がいたな。うるさい。弱火、強火から弱火、弱火にして5分。5、あ、50分になっちゃった。5、これか、5分で牛乳を入れる。牛乳入らねえじゃん。あ、安い牛乳開けづらい。あ、しょし、牛乳入らねえじゃん。こんなもんかな。ああ誰が食うんだこんなによ。とろみなんか出ねえよ。色がシチューの色じゃねえな。おかしいな、綺麗な色で。ねえ、みんなに見てもらおうと思ったのに。これあれだ。でもこれあれなんだよ。この鶏の脂が出てからこう黄色いんであって。これでいいのかな。こうやったらなんかまたルー入れたくなってきちゃうんだよね。ダメかな。そう、ルー大柴さんとはね、悪い女よく稼ぐの打ち上げの時に、承知、ダメだ、舌が回らない。焼酎ロックできますか。うん、そうだね、と。作りますと言って、そんないっぺんじゃダメだよと。そのぐらいしかお話ししたことないね。ルーさんもあれなんだよね、
水口先輩と同じで勝プロダクションにいたんだよね。ずっと俺萩本さんのとこだけかと思ってたら、そのつながりがあってあの映画にもね出演なされたのかね。ってな感じで、あ、びっしゃびしゃじゃん。あっつ、下も拭いておこう。ってな感じで、まあこれでシチューはできたということにして、味見の方はまた やらないから、この後ね切り替えてチアーズしながら、そんなことやな、一杯飲みながら肝心なことを言いますんで、後半楽しみに。ここで切っちゃおうかな。意味なかったね。サブスクライブプリーズ。あれグッドボタンじゃないね。 Like it ボタン Push please Like it Like it ね。コメントくださいってな感じで、この後ちょっとラーメン食いに行っちゃおうかな。太るから。その後、ね、重大なお話があるんで、それは多分次回になりますから。それでは、ガイチでした。スープのようなスープ。誰が組んだこんな量。はい、にゃ、こうか。